岐阜銀行、株式会社岐阜銀行は、かつて岐阜県岐阜市に本店を置いた第二地方銀行。2012年9月、16銀行に、九州合併され、消滅した。1989年、平成元年の総合銀行一斉転換により、岐阜総合銀行から転換。岐阜県美濃地方から名古屋市にかけての中京都市圏を、 営業地盤とする岐阜県下3位の第2、地方銀行として運営されてきた。旧東海銀行の新密業で、三菱東京 UFJ 銀行が株式20.80%を有する筆頭株主であった。歴代の頭取は、大熊義島で7代続けて、日本銀行出身者がついていたが、2010年、平成22年12月22日付の16、 銀行の完全子会社化に伴い、同日付で初のプロパー出身の湯畑正康専務が昇格し、1970年昭和45年に日本銀行出身で16銀行専務であった宇佐美哲夫が社長に就任以来、端末期譲渡や人事交流等で16銀行と親密関係にあったが、その露骨なまでの子会社扱いに反発し、 バブル期には、積極的な融資構成を展開した。宇佐美は20年間トップとして、経営を担ったが、金融激戦地である岐阜や尾張地域にあって、積極経営はことごとく裏目となり、取引先の中小事業者の経営悪化を受け、1990年代後半は、本店が隣接する第二本土木、2002年、平成14年7月経営破綻とともに、その居集は、 喧嘩経済界の最大懸案事項となった。右与曲折の末、1999年、平成11年に、旧東海銀行が、資本引き受けに名乗りを上げ、同行の参加で再建を図り、2001年、平成13年には、公的資金の注入を受け入れた。しかし、信用不安は一向に解消せず、2002年、平成14年4月のペイオフ解禁を目前にして、 同じく、中部地方に一し従前において、経営不安がやかれていた石川銀行、中部銀行が、相次いで発したことから、市場における不安感が強まった。また、2002年、平成14年3月20日に、株価は一時48分円の額面割れとなり、さらに同年、経営や財務に大きな影響力を持つ旧 UFJ 銀行が、 経営危機か事項の株価を大きく下げ、資本、人的結合のみならず、ポートフォリオに UFJ ホールディングス株式が多く、含まれていた動向は、信用力低下の煽りをもろに受けた。その後、旧 UFJ グループのもと、営業地域である、中京経済圏の公共館のもと、中小事業者への相談、資源型営業を確認した営業力回復と、 豊かなシルバー社会を応援しますのスローガンの、元高社会における事業ニーズや金融ニーズの経営資源化を掲げ、独自性の確立に向け出直しを図るも、2001年、平成13年4月には120億円の公的資金の注入を受け入れたほか、2008年、平成20年3月期の単体決算では、純利益7億円と経営健全化計画で、 目標とする28億円を3割以上下回ったため、同年7月に金融庁から業務改善命令を受けた。また、翌2009年、平成21年9月中間期においても、いわゆる金融危機や想定せざる取引先の倒産の影響等により純損失を計上した。前身の東海銀行時代から支援を受けてきた三菱東京 UFJ 銀行に、 支援の要請していたと見られるが、中部地区担当役員であった、同校、佐々木和夫副藤取の事情努力を求める意向に、望みを絶たれ、2008年、平成20年夏頃から16銀行への資本支援を検討し、同年秋、正式要請、可記するに至った。2008年、平成20年11月28日付の新聞各紙は、 岐阜県に本店を置く16銀行が、岐阜銀行を資本支援する方針を固めたと報じ、両校は2月1日の取締役会において、業務、資本提携に向けた交渉を入ることを決め、同日正式発表した。それによると、岐阜銀行が16銀行に対して、資本支援の要請及び包括的業務提携の申し入れを行い、協議を開始するとしている。ただし、 同日の会見では、資本支援については白紙の状態とした。また、経営統合については、統合を前提としているわけではないとしていたが、2009年、平成21年1月に、両校は、業務資本提携契約を締結。16銀行が25億円を優先株式の形で出資した。2010年、平成22年7月30日。 三菱東京 UFJ 銀行による岐阜銀に対する資本支援を前提として、当行の全株式を16銀行が取得した上で、同年12月22日、16銀行の完全子会社となった。16銀行へは2012年平成24年9月18日に九州合併された。九州合併後48店舗のうち、 本店営業部を含む岐阜県内すべての店舗を含めた39の店舗は16銀行の近隣支店に取引を引き継ぎ配店とされ、現店舗地のまま16銀の店舗として存続するのは愛知県の8支店、三重県内の1支店となった。また、東京支店については合併及び配店に先立って16銀行東京支店の建物に移設されていた。 本店跡地は解体されてユニーに売却され、ピアゴウサ店となる予定であったが、ケーズホールディングス参加のギガスに再売却されて、ケーズ電気ギフサ店となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。